皆さんこんにちは、門馬美希です。今日は手話シリーズでどっちをやってみようと思います。まず人差し指や両手とも立てます。そして交互に上下に動かします。それでは一緒にやってみましょう。どっち？もう一度やってみましょう。どっち？最後にもう一度やってみましょう。どっち？皆さんもぜひ練習して覚えてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。